遅刻したらあかんやんって給料もうてんねんからだけど金出してる方は遅刻してもええやないかって思って、まあ、遅刻してたんですがところがねその年いってから分かったんですよ。それはね武士道っていうのの第一義っていうのをバッと見たの。第一義遅れを取るな。武士の基本は遅れを取らないってことが武士道の第一義なんです。もう遅れたら武士でも何でもないね。とにかく遅れを取るなって、これが大事。だから日本は教育の世界で武士を育てようとしてる。男の子も女の子も日本の子供たちは武士にならなければならない。武士として育て上げられるってことが基本なんだ。だから遅刻がうるさいね。もうね遅れてたら話にならんね武士は。そのねということなんだって分かった。ところが武士を育ててるんだということを教育者は子供に説明してないです。なんで遅刻するな遅刻するなってそれしか言わないわけよ。遅刻はけしからん。これは僕ならどうするかって、お前らは武士として育たなければいけないんだと。だから武士道の第一義は遅れを取るな。遅れてたら話にならないって、こっから先何を学んだって意味がない。ここを遅れたら話にならんのだぞっていう、これがね日本の教育の基本なんだ。でこれプラスこれからの時代は僕は上巻西洋に始まる帝王学というのを、武士道と帝王学というのを融合させていく。それを日本の義務教育の中で教育は始まらなければいけないと思ってるんです。そうすることによって本当真の意味での日本という日本国民は真の意味で国家として世界のリーダーとなる。世界のリーダーになりたいのではなくて、世界のリーダーに日本がならなかったら世界を平和に戻していくことはできない。世界は日本の言うことを聞かなダメです。日本から学ばなかったら絶対地球は滅んでしまう。僕はそういうふうに思ってそのことを日本の中でやっていく。そのためには基本はもうやっぱり教育です。もうどうするかってもうそれに決まるんです。だから今日は仕事をサボってよく来ましたというそういうことです。だからもう教育者たるものそういうふうに僕は考えてもらいたいし、そこをちゃんと議論していこう。でこれでいいのか悪いのか、だから僕が言ってるからいいという話ではなくて一つの提案ですよ。だからもっといい方法があるならそれはそっちにしたらいい。でも一応僕との議論に勝たないとダメです僕を説得できないような方法論はダメです。いやそうでしょう、まあ、そういうことを。だから教育に携わる人たちがみんな集まってこういうことをちゃんと議論しましょう。そして政府ともそのことを話しましょう。例えば日本のシステムをその議員に頼んでどうしたらいいって、それは確かに議員が動いたら早いのか分からんけど、個々の日本人がそのことをちゃんと認識して動かないと、自分が動かないで人に動けっていうのはそれはダメですよ。で、まあ、僕はそういうふうに思ってて、その自分がそういうことに対して信念を持ってるならそのように動く。そういうことがなかったら僕はこんなことやりませんよ。こんな話して効果がないようなことをってやっぱりそれは皆さんが動いてくれるということが分かっての話だと、まあ、こういうふうに思って。だから結論としてはもう独裁者はいなくなりますよ。独裁で世界を国家を運営できる時代なんてもっと今回のプーチンの侵略の侵攻の第一歩で決まった。もう今度は終わってしまった。だから大慌てしてると思いますよね。だけどもっと慌ててるのは僕は習近平さんだと思う。だから昔の毛沢東の頃に戻そうとしてるんでしょ。そうですよね。そんな戻るわけないじゃないですか一回物が食べられたやつが食べられるようになるところで耐えられるわけがない。もうそれはでもそんなことすら分かってない。で周りの人たちもそういうことを言うで、周りが悪いって言うけどそれはそうではなくて、やっぱり悪いのは本人なんですよ。そういう人の意見を聞こうとしない。だから上巻西洋の中にある大宗皇帝は周りの人に求めたんですよ。
俺のこのやり方でいいのかって、ダメなら何がダメなんだと、そういうことを求めた。それで初めてそれに応える家臣がいるわけですね。で、恐れながらっていうことで、あなたのやってることだって、僕これ先月かなんか言ったと思うんですけど、あの帝なんぞその時力あらんっていう言葉があるんですね。なんぞその時に力あらんって、これね、例えば自分が皇帝となってやるようになって、民がみんな平和に暮らせるようになって、前の皇帝の時は戦争をしてみんな疲弊してた、でも自分が皇帝になることによって戦争をしなくなった、そして税金も安くした、おそらく民は私のことを立派な皇帝だと思ってくれてるだろうっていうことを言うんですね。そうしたら官儀大夫というその人にそういうことを言ったら、家臣がなんぞその時力あらん、あなたには何の力もないっていう、その民はあなたのおかげでこんな風に平和に暮らしているとは思っていません、みんな自分の努力で国を支え、自分の努力で自分たちは幸せに向かって暮らしていると思ってますよ、そしてそれでいいんです。もしあなたのおかげでって思っていたらまだまだダメなんです。権力というのは消えて初めて本当の権力になるんですよね。だから学校からでも校長先生校長先生言うてる間あかん。村尾先生なんか最後なんかもう子供らがなんか来んだら校長の挨拶が飛んでしまってておい俺はいつ出たらええんやみたいなこれですよ。ここまでいかないとか、要はそれは校長がいなくなることではなくて、そういう形になって校長の本当の存在があるんです。ないんだけどあるんです。それがなぜかというと校長が権力を正しく使った結果ですよね。でそこはね、これなかなかみんなが学んでいくのは難しいところなんですが、でも帝王学というのはそれぐらい深い学問だということはなんとなくお分かりいただくと思うんですよね。でだからね、こう先生先生言われてる間あかんねん、先生なんてまず生きてるって まず生きてたらええねん、そのというぐらいで、子供らが主役になっていく時代、あるいは国民が主役になる時代、でもその国民がそれぞれに自分が